東西航空のエアバス A320、東西航空は中華人民共和国小北省、武漢市の武漢天河国際空港を本拠地とする航空会社である。中国民航の流れを組まない私有航空会社であった。また、中国で初めて破産宣告を受けた航空会社となった。2005年5月16日に民航総局から会社設立が認可された。中国。 東西集団有限会社参加の武漢東西国際旅行会社有限会社と湖北東西土地建物有限会社湖北美景旅有投資有限講師の各社による共同出資が東航空会社に行われた。ハブ空港を武漢に置きサブハブ空港を公衆に置いていた。主に国内航路を運航していたが2007年11月6日にチャイナエアラインとの共同で 武漢から香港やマカオを経由する台湾路線を毎日一便運行することになった。また、シンガポールやタイへも航空路線を2008年の旧正月から開設した。しかし国営新華社通信によると、債務返済能力と管理能力の問題により、2009年3月15日から運行の一時停止を民放総局に命じられた。同年8月26日、 湖北省武漢市中級人民法院が破産宣告をした。運行停止地震下車2009年3月15日、レコードチャイナ2009年3月17日、中国の航空会社が初の破産東西航空に破産宣告。人民も日本語版。2009年9月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月30日閲覧。 ありがとうございます。